朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が、ハムギョン南道新浦市と本郷郡をはじめ、東海岸地区の自然災害復旧現場を見て建設を指導しました。パクチョンチョン、チョウヨンゴン、キムヨンス、ションソンオル、キムミョンシクの各同志が投稿しました。敬愛する最高指導者、金正恩委員長を現地で第一首都党員師団師団長を務める党中央委員会チェヒ副委員長と政治院の党中央委員会宣伝先導部リーヨンシク第一副部長、参謀長の朝鮮労働党平壌市委員会シムインソン組織副委員長、そして各人民軍部隊の指揮官たちが向かいました。金正恩委員長は迎えに出た首都党員師団の指揮メンバーと嬉しく挨拶を交わし、栄えある朝鮮労働党創立記念行事の間、常に苦しく骨の折れる工事現場に出向いている首都党員と人民軍軍人に思いを馳せた。皆に会いたくて、その間の努力と献身を激励するために来たと述べました。金正恩委員長は、他郷で首都党員と人民軍軍人が大変苦労しているとし、その足と情熱が秘められた住宅を長いこと親しみを込めて眺めました。そして、専門建設者に劣らず、住宅を火の打ち所がなく立派に建てた。この住宅は、首都党員の党に尽くす忠誠心の結晶だ。再生への首都党員師団の戦闘力が実戦で遺憾なく誇示されたと満足の意を表しました。また、人民軍軍人がハムギョン南道の被害復旧現場でも異軍創造の炎を盛んに燃え上がらせて、労働党の構想と人民の志向と要求が具現された新しい住宅を林立させ、奇跡的な成果を上げていることについて評価しました。金正恩委員長は、我々はこれからも地方建設でその地帯の特性を生かす方法で絶え間なく新しい典型とモデルを創造しなければならないとし、労働党の雄大な地方建設の構想を実現する上で設計機関の任務がとても重要だと強調しました。そして、建設監督部門の責任感と役割を高めるのは、我々が一番重視すべきまた一つの問題だと取り立てて強調しました。金正恩委員長は、土の硬化剤で住宅エリアの道路を舗装する案を研究し、投入してみるよう指示しました。また、住宅ごとに果樹をたくさん植えるようにし、周辺の山の森林造成も将来を見通して着実に進めなければならないと述べました。さらに、首都党員師団が党から任務を受けて移動展開した地域でも、もっと高い自覚と熱意を持って奮闘しなければならないとし、首都党員師団の党員皆に改めて激励の挨拶を送ると述べました。金正恩委員長は、住宅の建設を見守りながら、一日一日大きな期待と希望を抱いて待っている被災地の人民が本当に喜ぶだろうとし、人民に新しい生活の場、幸せの住処を与える観光の日を一日でも繰り上げるため、皆が一層意気込んで粘り強く戦っていこうと切々と呼びかけました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が、ハムギョン南道コムドク地区の被害復旧現場を現地指導しました。パクチョンチョン、リ・イルファン、キム・ヨンス、チョウ・ヨンウォン、ヒョン・ソン・ウォル、キム・ミョンシクの各同志が同行しました。臨時に復旧された危険千番な峡谷線路に沿って、遠く険しいコムドクにまで来た金正恩委員長を、人民軍指揮メンバーは大きな感激の中迎えました。金正恩委員長は、実際来てみると、コムドク地区の被害が考えたよりとても大きかったとし、ひどい被害の跡を癒し、復旧建設を力強く推し進める人民軍軍人の勤労の遺訓を高く評価しました。そして建設現場の全域が
力強い宣伝鼓舞活動で沸き返り、軍人の規制が高い。現場での政治活動を迫力があるよう立派に行っていると述べました。さらに高知現場を見て、建物の質が高く、一つ一つの成功を几帳面に行い、真心を尽くしたことがわかると言って、建設に動員された軍人たちの仕事ぶりを高く評価しました。また、住宅建設に捧げた軍人たちの心と隠れた努力は、その住宅で暮らす人たちが思いはかり、人々が評価するだろう。党と人民に限りなく忠実な人民軍の真心が、建物ごとに秘められるようにすべきだと強調しました。金正恩委員長は、コムドク地区の被害復旧に動員された各部隊区分隊が、これからも自然災害による被害を被らないよう、土砂崩れの危険がある道路と線路区間に対する擁壁工事をコンクリートで堅固にし、河川の整理も質的にしていることを評価しました。金正恩委員長は、党中央が与えた聖なる任務を受け、各地の被害復旧に急派されて大激戦を思わせる作業を行い、英雄の神話と奇跡を生み出している人民軍軍人がいて、栄えある朝鮮労働党創立75周年を盛大に記念し、祝いの広場が一層輝きを増したとし、災害復旧に勇敢に挑んでいる軍人建設者皆に感謝しました。そして全党全社会が被害復旧建設の前列に立った人民軍軍人を励ますための気風を確立すべきだ。軍人たちを力づける激励の手紙も送るなど、政治的思想的支援活動を繰り広げて高揚した雰囲気を一層盛り上げるべきだと述べました。また軍人たちの越冬用被服の供給状況と生活保障の実態を調べ、寒くなるので軍人たちの健康管理に格別関心を持つべきだ。防疫学的要求に合うよう生活環境を作り、患者が発生すれば適時治療対策を立てられるよう条件を十分整えるべきだと述べました。金正恩委員長は、今月末まで被災民に新しい住宅をあてがうことができて嬉しい。公共施設と個別所帯に分縮して苦労している離災民の食料と生活必需品の供給対策を徹底させ、その生活をよく顧みなければならないと念を押しました。さらに住宅建設現場に行く途中、山の傾斜面に平屋が不揃いに狭く配置されている光景を見て、とても心労しました。金正恩委員長は、今自然災害が襲って天が古い家屋を崩した後になってから新しい住宅を建てているが、地方の建設をこのようにしてはならない。先日も話したことだが、地方建設の目標を計画的に立て、ビジョンを持って行うべきだと述べました。金正恩委員長は、テフンとコムドクリョンヤンの世紀的立ち遅れを一掃し、新世紀にふさわしい近代的な住宅を建てて、共和国屈指の大規模な鉱物産地であるコムドク地区を、サムジュン氏の後を継ぐ国家的な山間部の都市のモデル、鉱山都市に立派に変貌させる大構想とビジョンを示しました。そして今行っている被害復旧建設を第一段階とし、80日間キャンペーンの間総力を結集して質的に観光し、第二段階として第8回党大会で示される5カ年計画期間に、コムドク工業連合企業所、テフン青年英雄鉱山、リョンヤン鉱山に2万5000世帯の住宅を新築する決心を述べました。金正恩委員長は、自分の責任として人民軍と共にコムドク地区の鉱山村をこの世にまたとない鉱山都市、皆が羨む史上初の山岳強国の都市に築くとし、コムドク地区の建設方向について具体的に教えました。また設計部門で80日間キャンペーンの間、コムドク地区建設総計画案を作成する課題を示し、設計で必ず現地調査をし、自然災害の心配がなく生活上の不便がないよう敷地を正しく定め、人民の要求を徹底的に反映して住宅の外部と内部の形成案を作るよう強調しました。さらにコムドク地区に平屋、低層、多層、高層住宅をバランスが取れるよう配置し、地方の郡、山奥の郡にはちっぽけな平屋だけを密集して建設する古い習慣をなくし、
コムドク地区をすっかり一新して、地方建設でまた一つのモデル、革命を創造するようにするだろうと述べました。金正恩委員長は、コムドク地区がこれからいかなる大水や台風にもびくともしないよう、河川の浚渫と石張りを良くし、地産地水を重視すべきだと述べました。そして今日また人民軍を信じて、定期的な膨大な課題を決心した。労働党の雄大な抱負と理想が、国中の人々に新たな自信と希望を与え、革命の新たな好調期、激変期を開くための80日間キャンペーンの火種になるだろうと述べました。また、朝鮮革命の秒針は人民軍の歩みの速度に沿って回り、人民軍の歩みの速度はすなわち朝鮮革命の前進速度だ。人民軍が人民のためのことでは満足を知らない労働党の攻撃速度に足並みを揃えて、疾風のごとく疾走し、幸せな国の未来を一日も早く手繰り寄せるべきだと述べました。金正恩委員長は、人民軍の各部隊にもう一度偉大な朝鮮人民、偉大な朝鮮労働党、偉大な共和国のため献身的に奮闘しようと熱く呼びかけました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志に、朝鮮労働党創立75周年に際して、ニカラグア・サンディニスタ民族解放戦線ダニエル・オルテガ・サーベドラ書記長と夫人のロサリオ・ムリリョさんから祝電を送られました。祝電は、金正恩委員長と朝鮮人民に不屈の精神と連帯が込められた兄弟の挨拶を送る。金正恩委員長と朝鮮労働党の精力的な導きのもと、偉大な人民の勝利の歴史が引き続くものと確信する。金正恩委員長の健康と朝鮮労働党と朝鮮人民の大きな成果を祈ると述べています。各国の政党指導者が朝鮮労働党創立75周年の祝電と祝賀の手紙で、不抜の朝鮮労働党を称えました。ロシア平和統一党委員長は、朝鮮労働党は社会主義建設の雄大な目標を実現するための戦いで、朝鮮人民のすべての勝利の組織者だと述べました。ナミビア南西アフリカ人民機構書記長は、朝鮮労働党は朝鮮人民を導いて、帝国主義者の悪辣な孤立を押し潰しと侵略策動の中にも、国の自主権を固く守り、社会主義強国づくりで世人を驚かせる成果を収めたと述べました。エジプト国民進歩統一連合党委員長と南アフリカ共産党ムフマランガ州委員会書記は、金正恩委員長に導かれる朝鮮労働党と朝鮮人民は、これからも偉大なキム・イルソン・キム・ジョギル同志の党としての尊厳と威力を世界に轟かし、百戦百勝の歴史だけを綴っていくだろうと述べました。朝鮮労働党創立75周年に際して、バングラデシュ労働党中央委員会委員長、ミャンマー連邦団結発展党ヤンゴン地域委員会書記、コンゴ諸人民間の友好協会会長がそれぞれ談話を発表しました。談話は、キム・イルソン主席が創立し、キム・ジョギル総書記が発展させた朝鮮労働党は今、キム・ジョン委員長の導きのもと最盛期を迎えている。朝鮮労働党は創立からこの75年間、人民に忠実に奉仕した人民の党である。朝鮮労働党は朝鮮人民皆の支持と信頼の中、これからも永遠に朝鮮革命の参謀部導き手として偉大な勝利を収めるだろうと述べています。偉大な党の呼びかけに応えて、80日間キャンペーンに邁進し、朝鮮労働党第8回大会を誇らしい勝利で迎えるための各党の軍民合同集会が14日それぞれ行われました。平安南道、ファンヘ南道、ファンヘ北道、関温道、ハムギョン南道、ハムギョン北道、梁岩道で行われた集会に、地元の党政権機関勤労者団体の人、各工場企業共同農場の勤労者、朝鮮人民軍と社会安全軍の軍人が参加しました。集会では基調演説に次いで決意の表明がありました。発言した人たちは、
朝鮮労働党が第8回党大会を高い政治的熱意と勤労の成果で迎えるため80日間キャンペーンを発案し、国中を大進軍へと総決起させたことに触れました。そして朝鮮労働党第8回大会を誇らしい勝利で迎えて、自力構成の革命精神、一心団結の不可抗な力で社会主義強国の明るい未来を手繰り寄せる朝鮮人民と人民軍軍人の強い気概をまたもや轟かせようと述べました。集会では敬愛する最高指導者金正恩委員長に送る誓いの文が採択されました。ついで道民パレードがありました。また南浦市、ケソン市、ラソン市でも軍民合同集会が開かれました。朝鮮で徹底的な貿易対策に力が入れられています。中央非常貿易部門で教育科学研究機関との緊密な連携のもと、効能の高い消毒薬を開発し、物資の種類と物理科学的特性に合う効果的な消毒方法を研究導入して、科学的な貿易活動に本腰を入れています。国境と海岸、軍事境界線沿いの地域で領土と領空領海を頼もしい貿易の壁で防いで、貿易形成の安全性を徹底させ、奥深い多層障壁の構築に引き続き力を入れています。納入物資を取り扱う機関では検査検疫でのギャップを見つけて前もって対策を取り、各種の消毒施設を貿易学上の要求通りにきちんと整えています。被害復旧チームの指揮官たちは復旧現場の新たな形成に伴って貿易ポストの設置と消毒機材の点検、消毒薬の保証の対策をしっかり立てています。各地の保健機関では季節の変化に応じて風邪をひいたり発熱する人たちを適時に漏れなく見つけ出して対策をとっています。9日第75回国連総会会期中に行われた非同盟運動外相会議で朝鮮代表団団長が発言しました。団長は、世界的な新型コロナウイルス感染症の急速な流行によって人類の生存が有しく脅かされている、人民大衆第一主義を政治理念としている共和国政府の先見の明の措置によって、今まで朝鮮では安定した貿易体制が維持されている。今年相次ぐ自然災害で多くの損失を被ったが、我々は自力で台風と大水の被害をなくし、早いうちに人民の生活を安定させるため全てを尽くしている。目下の情勢は、全ての加盟国が自治権尊重と内政不干渉、紛争の平和な解決を基本とする国連憲章と非同盟運動の原則を固く守ることを求めている。この機会に西側の内政干渉と経済封鎖圧力を排撃し、キューバとベネズエラ、シリア、パレスチナをはじめ自主権と民族の利益を守ろうとの発展途上諸国の正義の戦いへの支持と連帯を改めて確認する。こう述べ、団長は自主と平和親善の理念のもと、非同盟諸国との友好協力関係を積極的に発展させ、非同盟運動の発展と共同行動のため、そして地域と世界の平和と安全を守るため積極的に努力する共和国政府の立場を示しました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は新日本ギルオユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。育病場は軍需工場に等しい。朝鮮は山が国土のほぼ 80% を占めています。そこで森林の造成と保護がさらに重視されています。敬愛する最高指導者金正恩委員長は土104年2015年の新年の辞で、全党全軍全人民が森林復旧という戦闘を展開し、国の山々を青々とした黄金の山に作ることを呼びかけました。そして同年の2月には、全党全軍全人民が森林復旧戦闘を力強く繰り広げ、祖国の山々に青々とした樹林を生い茂らせようという著作を発表しました。金正恩委員長は
森林復旧という戦闘での育苗場の重要性について、森林復旧戦闘で育苗場は戦時中に弾薬を生産する軍需工場に等しい、銃弾と砲弾が供給されなければ戦闘で勝利できないように、育苗場で苗が十分生産されなければ森林復旧という戦闘での成功は期待できないと明言しています。その後、金正恩委員長は朝鮮人民軍第122号育苗場を共和国の育苗場のモデルに立てるよう取り計らいました。そしてこの育苗場をモデルにして各道に近代的な育苗場を建てるようにしました。苗木の海を成しているこのような育苗場は、国の山々を青々とした宝の山、黄金の山に作る上で重要な役割を果たしています。育苗場は軍需工場に等しい、交代してお話しました。リスナーの皆さん、ご機嫌いかがですか。皆さんお待ちかねのお望み音楽の時間です。諸村の声放送の人気番組の一つであるお望み音楽の時間ですが、今日のこの時間はどなたのリクエスト曲がご紹介されるでしょうか。そうですね、リスナーの皆さんは、諸村労働党は世界の自主化運動の灯台だと言って、諸村労働党を称える歌をたくさんリクエストなさっています。ということで、今日はまず東京都の鈴木優太さん、鈴木優太さんのリクエストにお答えしましょう。諸村労働党万歳、この歌です。アンホグン作詞、人民芸術家オムハジン作曲のこの歌は69年1980年に出ました。歌詞をご紹介しましょう。1番、党は我らの灯台、戦いの旗印、人民を革命に呼び新世界作る、北東山の気概で栄光を馳せる、鋼鉄の諸村労働党万歳、万万歳。2番です。党は母のように永遠に皆を包む、その下で生命輝き幸福訪れる、人民は一心で慕う必勝腐敗の諸村労働党、万歳万万歳。3番、党は父の光我が導きて、主席の革命意義を輝かす、世界に尊厳とどろかす、百戦百勝の諸村労働党、万歳万万歳。出演は厚労国家合唱団です。
時朝鮮の声放送にダイヤルを合わせている大阪府の愛聴者山崎忍さんはこんな内容の手紙をお送りになりました。私は朝鮮の音楽が大好きです。運命も未来も委ねる方、好み守る母のよう、母なる党の望みならば、太陽のような笑顔が懐かしい、願いは一つ、青い空、この歌がとても好きです。祖孫の歌を聴いていますと、なぜか目頭が熱くなります。私の今回のリクエスト曲は、好み守る母のようです。で、今度は、キョンドンウ作詞、人民芸術家、ハン・シジュン作曲の歌で、1973年、1984年に創作された、好み守る母のよう。この歌を、ワンジュさん軽音楽団の軽音楽でお楽しみください。Thank you.
ただいままで東京都の鈴木優太さんのリクエスト曲、朝鮮労働党万歳、大阪府の山崎忍さんのリクエスト曲、この見守る母のよう、この2曲をかけしました。朝鮮労働党を称える素晴らしい音楽をリクエストなさって、音楽ファンのリスナーの皆さんに深い余韻を残した鈴木優太さんと山崎忍さんにお礼を申し上げます。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。